向こう着いたよ。これから飛行機乗ります。って言ってもゆっくりの便やんな。うん、まあ昼過ぎやもんな。最高かよ。さあこれから飛行機に乗るんですけど、台湾に着いたら4時なんですけど、だからもう今日はとにかく夜ご飯食べに行くか。着いたらもうな。決めてんの何食べるとか。え、もう台湾らしいもの、なんかその場その場でだいたい決めるのが好きやね。なんか決めていくっていうより、だからもうその場にあったもの食べる。片っ端くない。だからお腹空かせてきた。朝ごはんもちょっとしか食べてない。あ、ていうかさ、飛行機で機内食出る？出るよ。うわ、計算ミスった。まあ、いっか。それから乗ります。早く着かんかな。もう着く。もう着かん。着いた？着いてない。乗ってもないの。エヴァエアっていう飛行機になるんですけど、なんかめっちゃ安全らしい。聞くところによると大きな事故一回もないからな。なあ、その辺は慎重に選ばな。怖いやん。ありがとう、選んでくれて慎重に。てんちゃん空の上やし、気圧で。ちょっとと食べて早く消化させないと夜ご飯間に合えへんよな。ほんまやな。早食いしよう。早食いしよう。台湾着いたよ。これからまずはホテルに向かいます。台湾に向かってる間にあのジョーカーの YouTube がテレビで紹介されてる。いや、そうなんやけど、びっくりすんないけど、スタッフさんからめっちゃ鬼のように電話かかってきてたと思ったら、まさか台湾に行く飛行機の中でとんでもないことになっとったな。びっくり。ふざけてやったやつが な, なあ、びっくりやねんけど。ホテルに向かってちょっと荷物とか下ろして夜ご飯食べに行こう。これからちょっと夜ご飯まで時間があるので、っていうのも機内食食べ過ぎてんな。だからこれからちょっと散歩行きます。いい感じじゃな。何がいい感じな。なんかガチャガチャしてない。ガチャガチャしてるわ。もうだって音聞こえへんもん。何喋ってるか聞こえへんもん。そう、なんか心斎橋よりちょっと落ち着いた感じやな。もうバイク率半端ない。自転車率もすごいけどな。だってほら、自転車と分かれてるで。ほんまや。てか自転車ここ走らなあかんの？これこれ、うん、狭っ。機内食食べ過ぎたから散歩って言ってるけどさ、もうお腹空いてんけど。何食べに行くの？今日はザ・台湾料理。いいね。やっぱ台湾といえばセブンイレブンよね。あ、そうなん？そうだよ。セブンイレブン行こう。うん。水分だけ調達したよ。これ袋めっちゃしっかりしてるやん。うんうん、有料やねこれ。水とかやねんけど、これ R ぐらいのミルクティー。カロリーやん。うまや。来て早々な、こんないきなりわーって買った破産すんじゃん。大丈夫大丈夫大丈夫。これとか見て、蜂蜜の水やって。なんかようわからんけど、入れ物可愛かったから買った。お腹すいたな。行こうか。あそこ行く、あの緑の文字の新栄っていうお店、なんかめっちゃ美味しいらしい。なんか空いた。もう機内食も何も残ってない、お腹の中に。行こうか。人すごいね。今日あれ台湾の花金とかちゃうやろ。曜日一緒やろ日本と。そっか。めちゃめちゃでっかいチームが多い。
明日見て。いやもうこんなん見たら食べられへん、めちゃめちゃかわいそうな感じでこっち見てるやん。神対応やな。こっちイチャついてんねん。まあ最後やから、やめたれやめたれ。ちゃんと日本語でメニュー書いてある。え、マジで何でも食べれんねん。一旦台湾ビール頼もう。シューシュー、お疲れー。うまっ、おいしい。めっちゃ美味しい、これ一品目来たんですけど、まさかのエビやねんけど、野菜系じゃないんや。じゃあ食べよう。ただこのエビ好きなのお店の人知ってんじゃん。なんで気遣いに一番にエビ出てきたの。あ、そういうこと。ありがとう。これは何、醤油に何が入ってんの。これからしやねん。からし、じゃあ醤油だけにするわ。おいしい。やばいやばいやばい、ハチハチ来たよ。空心菜と切り干し大根の卵焼き。空心菜やろ。でこれが切り干し大根の中卵焼き。空心菜大好きやねんけど。いただきます。すごいニンニク。明日一周騒ぎやこれ。めっちゃ美味しいんやけど、なんか細く感じる台湾の空心菜で、なんか味もそこまで濃くない感じ。美味しい、好き、この味付け。じゃあ切り干し大根の卵焼き食べるわ。なんか美味しそうやな。あ、おいしい。なんか油で揚げつつも焼いてる感じ。切り干し大根も美味しい、薄味で。もう一品来たよ。なんかピーナッツとおじゃこの炒め物。これこうやんな。いいの？普通取り分けるやつやろこれ。いい？ガッサリ行こう。待って、これめっちゃビールに合うやつじゃん。スパゲティやな。何入ってんの。なんかピーナッツとチリメンジャコとなんかサキイカみたいなのも入ってる気する。来たで、見てこれ、開けるで。うっとー、やばいやばいやばい。紙のおこわ、やばないこれ。カニのやつ取り分けてくれたよ。おこわ食べるわ。やばい、ちょっと待って、ちょっとカニ味噌とかさ食べたいねんけど。絶対美味しいよ。見てこれ、やばない。やばいねんけど、笑ける笑ける。
もう美味しいから帰るわ。ホテル。めっちゃ美味しい。めっちゃカニの出汁出てる。全部ビールに合うね。私ちょっと22歳の間に終わらせたいことがありまして。何？これ紹興酒を飲むこと。こんなことないの？ない。多分めっちゃすごい匂いすんな、これ。ビールちょうだい。なんかちっちゃい頃に飲んだシロップの薬みたい。お腹いっぱいやねんけど、食べて飲みすぎた。夜も更けてないので、ね、おかしいおかしい。夜も更けてないので台湾の松木よって言われてるところが1時までやってるから、そこ行こう。ちょっとそのカメラケース重そうやけど、何入ってんのこれ。でも酒飲みかよ。違う、これはちょっとパパにあげるわ。ちょっと紹興酒あげんかってやろう。だからひたすら台湾ビール飲んでた。ほぼ一人で2瓶もあげてしまった。まあでも帰ってからもホテルで飲まなあかんからな。もう寝ようや。しょうもな。寝ようや。旅の疲れはもう寝て取ろうや。あったこれ。なんかコスメと。これが台湾の松木雄らしい。行こう。パック欲しいねんけどな。この綺麗日記のやつがさ、日本で買ったら高いねんけど、台湾で買ったら安いらしいねん。え、これ台湾のパックなん？そう。あ、ちょっと待って。死ぬほど大量にあるやつあるやつ。なんだこれ。17箱入ってんの？これ2箱買おう。これも人気らしいよ。なんかでもこれお酒やから良さそうじゃない？これ。酒粕の。これいいやん。なあ。お酒のやつ。あ、ナンバーワンって書いてるよ。ちょっとさ、1個買ってホテルで使ってみよう。あ、賛成。今日これまで来たてやんな。来たての日やんな、うん、あんまり飛ばしすぎると良くないか。大丈夫大丈夫。